パロピント郡は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部北、エドワーズ高原に位置する郡である。2010年国勢調査で、の人口は28,111人であり、2000年の27,026人から4.0%増加した。郡庁所在地は、未編入の町パロピントであり、同郡で、人口最大の都市は、ミネラルウェルズ市である。 パロピント群はその全体でミネラルウェルズ小都市圏を構成し、ダラスフォートワース大都市圏に属してもいる。アップハム石油、ガス会社が1956年に創立されて、以来創業を続けてきた。この会社はミネラルウェルズ市出身のチェットアップハムが創設し、アップハムは1979年から1983年まで、 テキサス宗教和党の議長でもあった。会社はその息子のチェスター・ロバート・アップハム3世が引き継いでいる。1854年にランドルフ・ビー・マーシー将軍が設立したブラゾス・インディアン居留地が好戦的なコマンチ族からデラウェア族、小人族、トンカワ族、ウィチタ族及びカド族の安全地帯を形成していた。この居留地の中では各部族が それぞれの集落を持ち、農産物を栽培した。政府と契約した牛肉が毎週配給された。アメリカ市民は、居留地と非居留地の区別がつけられず、居留地インディアンに対する、コマンチ族やカヨア族の略奪行為を非難した。ザ・ホワイト・マンというジャックス・ボロイチの新聞が、北テキサスから、すべてのインディアン部族の排除を提案した。 1858年12月、サミュエル・ヒューストンの通訳を務めていた、直頭トムと居留地インディアンの集団が、居留地外での狩猟の許可を得た。12月27日、ピーター・ガーランド隊と受刑団が、直頭、トムのキャンプを襲い、男性も女子どもも、無差別に殺し、傷つけた。アメリカ市民は、居留地部族からの報復を恐れた。 ハーディン・リチャード・ランネルズ州知事が、ジョン・ヘンリー・ブラウンに100名の部隊を率いて地域に向かうよう命じた。直党トムへの襲撃について審問が行われたが、誰も告訴はされなかった。1859年5月、ジョン・ベーラーと多くの白人が、居留地でアメリカ陸軍と対立し、インディアン部族員の中の特定の者の,の引き渡しを要求した。 陸軍がそれを拒否し、ベーラーは撤退したが、その途中で、インディアンの女性と、老人各一人を殺した。ベーラーの集団は、その後、陸軍が干渉する権限を持たない、居留地の外で、インディアンに攻撃された。恐れを抱いた開拓者の要請で、この居留地はその年に廃止された。1856年、テキサス州議会が、 ボスキー軍とナバロ軍から分離してパロピント軍を設立した。軍名はパロピントクリークにちなんで名付けられた。翌年には正式に組織化されゴルコンダの町が軍庁所在地に指定された。この町は後の1858年にパロピントに改名された。グッドナイトラビングトレールを切り開いた牧畜の事業家、オリバー・ラビングとチャールズ・グッドナイト、さらには リューベン・ボーンが初期開拓者の中核になった。牛泥棒について1876年に行われた地域牧場主の会合がテキサス・サウス・ウエスタン牛飼育者協会と呼ばれるものの始まりとなった。テキサス州のフェンス切り戦争が1883年から1888年の約5年間続いた。農場主と 牧場主が貴重な土地と水をめぐって争いを始め、牛飼いたちは牛に餌を食べさせるのが難しかったので、カウボーイにフェンスを切らせた。ジョン・アイアランド州知事が特別会議を召集して、フェンス切りを止めるよう命じた。これに反応して、州議会が、フェンス切りと牧草への火付けを懲役を伴う犯罪に指定し、同時に、フェンスに対する規制も作った。 その法の執行は1888年に暴力が関わる散発的な事件で効力を表さなかった。1877年、ジェームズ・リーンチとアマンダ・リーンチがこの地域に入ってきた。その土地で井戸を掘っていると、その水が生活に恩恵をもたらすものであることを見つけた。その水の癒し効果に関する噂が広まり、周辺の住民がその恩恵に預かるためにやってきた。 最後は、ミネラルウェルズの街ができた。ミネラルウェルズ州立公園は1981年に公開された。テキサス州軍が1921年に第56機兵旅団を立ち上げ、その4年後に、ジェイコブ・ F ・ウォルターズ巡将がその部隊の訓練キャンプを建設する認可を与えられた。1941年、キャンプ・ウォルターズはアメリカ軍に移常され、 1951年には、ウォルターズ空軍基地となった。その5年後、基地は、アメリカ陸軍に渡されて、ヘリコプターの訓練学校となった。1973年、この訓練学校が、アラバマ州、フォートロッカーに移され、基地は閉鎖された。1940年、ブラゾス川下先行舎からポッサムキングダム湖が、取得された。市民保全部隊が、 この施設を建設し、ポッサムキングダム修理公園が1950年に公開された。1992年頃、免許を得た野生生物リハビリ療法士、アマンダ・ローラーが多くの野生コウモリの住みかになっていたミネラルウェルズで古いアパートを購入した。ローラーは時間をかけて建物を修復し、コウモリにとって住みやすい環境を設定した。 この建物は現在、コウモリワールドサンクチュアリとなっており、傷ついたコウモリを救い、リハビリを行い、野生に戻す活動を行っており、またこの野行生動物に関して、住民の教育を行っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は986平方マイルで、あり、このうち陸地953平方マイル、水域は5平方マイルで、 水域率は3.30%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミネラルウェルズ市にある放棄されたベーカーホテル。ありがとうございます。